皆さんこんにちは、コースカです。お久しぶりの投稿となります。今回はですね、こちらのダダリオのエクリプスチューナーですね、こちらクリップチューナー、こちらを紹介したいと思います。はい、今回のこのダダリオのクリップチューナーなんですけども、私1ヶ月以上使用してまして、かなりの使用感が良かったので、今回動画にしました。では、こちらなんですけども、仕様を紹介したいと思います。まずですね、こちらのチューナーなんですけども、まあ、おなじみで、例えばアコギでしたらヘッドで挟んでもらって、このようにですね、ディスプレイが自由に動くんですね。回転も自由ですし、このように手前に演奏している自分側に向けたりもできる。非常に画期的な仕様です。で、まずですね、ボタンを、ここが電源となってますので、ここを長押しします。そうすると、このように、電源が入りますね。で、こちらなんですけど、キャリブレーションボタンがあります。ここで、周波数を変えられます。こちらは 430Hz から 450 まで変えられますね。で、通常、こちら、自分440でやってるので、今回は440でやります。で、こちら実際にチューニングをするときに、音が鳴ると、まあ、このようにアルファベットが出ますね。この時に楽器の音程がちゃんとしっかり合うとですね、アルファベットの左右に三角のマークが現れます。今一弦開放弦弾いてますが、E の音、これ両方のアルファベットの両サイドに青い小さい三角が出てると思うんですけど、これが合ってる状態ですね。二弦の場合はこちら下がると、このようにですね、少しシャープになると赤になります。で、フラットになるとちょっと黄色に表示されます。このように合うと両サイドに小さい三角が出ます。で、もちろんですね、チューニングが終わった時に基準ピッチが表示されている状態になったら、短くボタンを押せばこちらこの絵になると電源が切れます。で、ここの裏側ですね、ここが、豆電池ですね、 CR2032、 こちらが、電池のセットの場所になっております。本当にね、これ使い勝手が良くて、まあ、色もですね、黒であまり目立ちにくいですし、何よりね、こうやって角度変えられるのが画期的だなと思いますね。はい、このようにですね、非常に使い勝手がいいチューナーとなっております。私もよくライブでは愛用しております。で、デザインもね、ほんと良くて、色もギターのヘッドに合いますね。なので、値段もですね、2500円ぐらいで買えます。とてもお求めやすいチューナーとなってますので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。今回は短い動画でしたが、このダダリオのクリップチューナー紹介させていただきました。YouTube チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。他にもギター関連の動画たくさん上げておりますので、ぜひご覧になってみてください。では、コースカイトでした。